2020年の東京オリンピックの前に全面施行となります。メガスポーツ大会を抱えております東京都として、なんとかその体制が整った。子どもを守る、働く人を守るということに着目いたしまして、健康ファーストを実現していこうと。従業員のいる飲食店を原則禁煙とするなど、罰則付きの受動喫煙防止条例が今日の都議会で可決・成立しました。来年のラグビーワールドカップまでに飲食店は禁煙・喫煙・分煙を示すステッカーを店頭に貼り出すことが義務付けられます。罰則を含む全面施行は東京オリンピックが開催される2020年になる予定です。